そしたら今回はドッキリ神回避っていうゲームで遊んでいこうと思うんだけど、今回のゲームは、まあ、おなじみのボーイくんシリーズとか、444回目のただいまと同じ会社さんのゲームだね。まあ、だからなんか面白さは、まあ、間違いなくて、まあ、ちょっと不安なのは、ドッキリ神回避、これ5って書いてあって、1,2,3,4 やったことないけど、まあ、大丈夫かなっていう。そこだけがちょっと不安なんだけど、まあ、せっかくならね、まあ、最新作やりたいから、異端かもしれないけど、まあ、5から始めていこうかな。とりあえず早速やっていきましょうか。そしたら最初が雨回避だと。まあ、チュートリアルかな、いつも通りの、まあ、少年のピンチを助けてあげようと。まあ、遊び方は多分、ボーイくんシリーズと一緒で、まあ、タッチして、まあ、使いたい場所までスワイプしろと。まあ、すごいわかりやすい説明だったよ。まあ、とりあえず最初雨回避って言ってるから、このね、レインコート取って、普通にレインコート着ればいいんじゃない？まあ、これで準備万端でしょ。じゃあもうなんかね、逃げろとも思うし、コンビニに入れとも思うけど、まあ、雷だとダメか。さすがにちょっと雨の量が強すぎてもダメってことね。他なんかないか。ちょっとやばいか。じゃあレインコート着て、マンホールに入るとか。いや、あのね、そっちの方が危険じゃない？これどうなんだろう。雨回避できたけど、なんか別の危機をなんか回避できてないような気するけど、回避できたんだ。まあ、虹ができて、わーいって感じね。なかなかちょっとやばいゲームだね、これ。魚ゼロ回避だと。魚、あ、魚が取れてないってことね。ワカサギとか釣ってんのかな、これ。まあ、釣れない理由は釣り竿してないからじゃないかな。この状態で釣れると思えないけど、なんか、自作の釣り竿が手に入ったね。まあ、バッグの中もなんか入ってんじゃない？まあ、餌だと。でもちょっとなんか、レンタル気になんな。レンタルとかできないよ。レンタルもできるんだ。なんかいろいろ、なんか合体しちゃったけどな。ちょっとなんか答えにたどり着いたような気すんだけど。ちょっとなんかこっち見てみる。なんか失敗から見たいよね。まあ、これでやって、まあ、イチゴで魚って釣れんのかな。なんかヒゲのじいさん出てきたけど。うん、ケンタウロスが釣れて追われて、なるほどね。やるね。まあ、これで合体させて、まあ、これでいいんじゃない？まあ、これで魚が、あ、タッチしなきゃダメとかでもないか。まあ、これで釣れて、うわ、なんかこの輪いいね。かわいいな。まあ、魚ゼロを回避できたってことね。ハゲ回避だと、あ、なんかいいね。俺ハゲネタ好きなんだよね。もう回避できてなくない？これ。こっから挽回できるかな？まあ、冷蔵庫の中になんかあるんじゃない？これ何？育毛剤？速攻性かな？これ。まあ、フライパンとかも取れんじゃない？これ何？虫眼鏡かな？髪の毛も取れるか。あとバリカンも。なんかめちゃくちゃ取れてるけど、まあ、とりあえず育毛剤をやっていいんじゃない？まあ、育毛剤やってみて、すごい髪の生え方だね。髪の毛渡して、髪の毛落ちて、あ、そう、まあ、よく考えるとそうか。これが何なのかわかんないけど、これは、髪の毛を見て、あ、この髪の毛はちょっと短いことがダメだから、伸ばしてあげ、あ、タッチしてあげればいいってことね。で、タッチして、まあ、なんか、うん、伸びたのかな。こいつは人間なのかな。で、わーいって感じか。わーいじゃないけどね、これ。死神回避だと。死神か。早いね。ステージ4でもなんか死の危機迫ってんのね。まあ、カーテン開けて、やばい。行動一つ一つでなんか近づいてきちゃうのね。でも、とりあえずペン取って、なんか起きてる風に目かけばいいんじゃない？まあ、これでちょっと怖がらせて、ちょ、顔が違うな、みたいな感じにすんのかな。まあ、バレるよね。まあ、そうだよね。バレるよね。まあ、魂の取り方結構グロいな、これ。ベッド何もない、スリッパ何もない、枕のとこも何、起こして、で、死神見つけて怖がらせて、まあ、失神して魂で取られちゃうって感じかな、これ。風船は絶対必要だよね。風船取って、ペン取って、まあ、これで合体させて、これでなんか自分の代わりになればいいんじゃない？まあ、風船となんか、まあ、顔似てるもんね。まあ、これで風船の方を持っていくのかな。結構間抜けだね。めちゃくちゃ怒られそうだけどね、上司いたら。まあ、これで無事に朝を迎えられたっていうことね。なんか、ちょっと怖いね。次はキーパー回避だと。キーパー回避か。回避していいの？これ。これは何回避すればいいんだ？回避するっていうか、ゴール決めればいいのかな？とりあえず普通にシュートすればいいんじゃない？まあ普通にシュートして、まあ行くぞって言って、まあキックしましたと。いや、ヘナチョコだね。まあ、別にこれ回避したっていうか、何を回避してんだこれ。まあハリセン取って、ハリセン持たせて、ハリセン。
ハリセン叩かせて保健室連れてってくれんのかな。まあなんか魂やってるから死んでると思うけどね、これ。じゃあハリセンをあいつに叩いて、なんか、何にも起きないか。じゃあおばさんの方叩いてみる。おばさん、お、強いね。ハリセンじゃあここら辺の子にやってもなんか、ただただ、あ、魂取れんな。魂取って、こいつもちょっと魂取ろっか。まあ、これで魂が取れると。なんか死神みたいなことやってね、これ。とりあえずこれ渡して、あ、ちょっと間違えたな、これ。あのメガネじゃないな。こいつの魂をね、憑依させたってことね。憑依させたってことね。まあ、これでなんか計算して、まあ、こっちだっていうの絶対体追いつかないよね。さっきより弱いしね、なんだったら。とりあえずこいつの魂取って、まあ、これでいいんじゃない?こいつの魂で、めちゃくちゃなんか運動できそうだもんね。まあ、これで蹴って、めちゃくちゃ運動できるね。おかしいけどね、体変わってないはずなんだけどな。まあ、これで、やったって感じで。これ何回避したの?恥ずかしい、ゴールできなくて恥ずかしい状況を回避したってことなのかな?その代わり二人ぐらいの魂奪ったけどね。苦手回避だと、苦手かサラダか。なんか野菜って美味しくないよね。ドレッシングかければまあ食えるけど。見た感じなんか、生のサラダだから絶対美味しくないよね、これ。まあ、お母さんがね、すーごいなんか門番のように見てるもんね。プレッシャー半端ないね、これ。とりあえず冷蔵庫で、牛乳、あ、牛乳で流し込むとかじゃない。そういうわけでもないの。子供の時みんなやんないから。ここもなんかタッチしてお母さんを注意をなんかあっちに向かせて逃げようと。絶対これバレる。バレると思うけどね。あのサラダをなくさないと、そもそもダメじゃん。牛乳取って、サラダ取って、なんかジュースみたいにすんのかな。あと絶対美味しくないね、これ。牛乳入れた方がいいよね。まあ、これで、ね、ちょっとかき混ぜてマイルドにして、美味しくなさそうだけど、まあ、これでいいのかな。逆になんか水分量とか増えて、なんか余計美味しくなさそうだけどね。まあ、これを飲めばいいのかな。これで。ま、そうだよね。あ、飲めるって感じ?あ、よかったね。俺なんか失敗かなと思ったけど、成功なんだね。あれ飲めるんだったら、多分野菜食べれたと思うけどね。崖っぷち回避だと。崖っぷちか。崖っぷちだね。こんな崖っぷちなかなかないね。どういう状況だこれ。まあ、なんでだったのかわかんないけど。まあ、これ取れんじゃない?バナナ。なんでバナナがあるのかわかんないけど。スタートとかも取れて、これは取れないか。とりあえずバナナ渡してみる?バナナ渡せないか。まあ、そうだよね。この状況でなんでバナナって話しようね。まあ、ツタ渡して、これ大丈夫かな?殺したけどね。友人に殺されたんだけど、これ。とりあえずタッチしたら、まあ普通にこれは死んじゃうかな。ちょっとね、怖いのよね、なんか。バナナを、ここに置いて、猿がバッグ持ってるから、バッグの中に、ファイトドリンク。ってことは、ファイトドリンクを飲ませて、これでなんか助けてくれんのかな。まあ、ムキムキになって、ファイトをいっぱい。なんか、CM になりそうだね、これ。まあ、これでやったって感じで。なんでこの状況になったのかは説明ないんだね。そっちの方がちょっと気になっちゃうけど、まあクリアってことね。抜けない回避だと抜けないってことはまあ剣か。見た感じなんかゼルダっぽいけどな。こことかもなんか、なんか、現代的だね。こっちもなんかすごいね。アンバランスだね。まあこれも取れんのかな?あ、これでなんか水が流れてなんか発電できるようになったってことね。科学的だね、この世界。これも取れんのかな?これ取って、これ刺して、剣が光り輝いて、このクワどうすんのこれ。まあ、これで普通に抜いてみる。これだとスポッて抜けたって、まあ、一発クリアになっちゃったけど。SE、いいね。なんか、ドッキリ成功したみたいだったね、今。忘れ物回避だと。忘れ物か。今回は確かに回避だな、ちゃんと。まあ、今までも回避してたんだけど。まあ、服とかパクれないか。まあ、子供の時やったなんか、ウルトラマンみたいなのやってんのかな。小学生だもんね。黒板とかで、黒板消しで、まあ、チョークも取れて、こっちも見てみるか。こっちで、生乾きか、これ。生乾きの状態で行ってみようか。まあ、これでなんか、べちょべちょって感じで行くのね。どういう感じなんだろう。すごい汚いね。まあ、普通にチョークでなんか、今日の天気は雨って書くとかじゃないの。太陽みたいな取れんの、これ。神様の領域だけどね。まあ、じゃあ、これ貼ってなんか、ね、すっごいね、雨になった感じだな。まあ、服が乾いたから、まあ、この服を着ればいいんじゃないかな。まあ、この服を着て、まあ、これで行きましたと。先生どうですかと。許されたかな。まあ、やってること神様だけどね。まあ、これで、ドッジボールできるってことかな。みんな気づいてないのかな。あ、
あいつ、タイを作ってたけどね。G 回避だと、あ、ゴキブリかな、これ。おー、モザイクだね、ちゃんとした。まあそうだよね、ちょっとゴキブリ嫌だね。まあこれでいいんじゃない？ゴキジェットで、まあ絶対間違いだけど、これ見てみるか。まあこれでやってゴキブリを退治しようと思っ、うわ、最悪だ、これ。すごい最悪だね、これ。まあ、自分に向かってこなかっただけマシなのかな。リモコンでテレビつけて、子供が見て、ここなんか取れんのかな？クレヨン。クレヨンを何に使うんだ？クレヨン渡して、クレヨンで何か魔法陣書いてお母で、お母さん召喚して、お母さん、まあそうだよね。お母さん強いね。ゴキブリを倒すってことね。すごいね。やるね、少年。頭金回避ね。頭金か。頭金回避したいね。食べなきゃいいんじゃないかなってちょっと思うけど。かき氷食べる一回。かき氷食べて、まあ、とりあえずこれもまあ普通に頭金になるんじゃない？ゆっくり食べれば頭金にならないと思うけどね。とりあえずこれが何なのかわかんないけど、電子レンジにこれやって、温めてかき氷にかけるってことかな。ココアとか。泥水にしか見えないけど、まあ、これかけて、かけるんじゃない？あ、ここに置くのか。ここに置いて、あと、これで、なんか、気になりそうなとこを、なんか、あったかいもので流し込んで、まあ、頭気にならなかったってことね。ドボン回避だと。今回は、なんか、バラエティとかで見そうだね。まあ、お尻相撲大会今やってるわけね。まあ、これはお金かな？なんであそこに貼ってあるのかわかんないけど、まあ。とりあえず、お金でなんか、アイスクリーム買ってあげるとかじゃないの？まあ、これでお金渡して、あいつがアイスを買いました。でって感じでしょうね。なんか取れないのかな。あ、これなんかボールボールかな。とんでもない店だね、あそこ。まあ、ここのボールも取れるかな。じゃあボール2つで、ボールを持たせて、ボール、あ、これでなんかまあ、そうだね。律儀にパンパンにしたのね。まあ、ケツはそう、分かれてるのね、確かに。反発とか生かして、あいつ倒すってことかな。これ反則だと思うけどね。反則だと思うけどね、これ。わーいじゃないけどな。周りはオッケーなんで、まあ一応遊びではあるけど。あいつ遊びにガチだったけどね。景品回避。景品回避違う。え、犯罪行為行われてないかな。闇のゲームセンター？これ。子供欲しそうにしてるけど、あれお兄さんだよね、多分。お兄さん、なんか景品になっちゃってるけど。誰も突っ込まないのかな、この状況。え、まあとりあえずちょっと取ってあげる。1プレイしかできないけど、まあ1プレイでやってあげると。結構、いや、もうやってること最悪だけど、あれだな、弱いやつだな、これ。とりあえずお金が足りないから、こいつにちょっと渡してあげて、ね、こいつがなんかお金増やしてくれるとかしないかな。優位になって、で、どうする？あ、これでウッキウキで帰っていったと。あいつ何なんだ？これで UFO が取れんのか。まあ、UFO キャッチャーでね、なんか、本物の UFO 使っちゃダメとは言われてないしね。本物の UFO 渡して、大丈夫この世界観。これでなんか吸い込んで、どうすんだ。お兄さん殺したんじゃない？100円がここに入ってんのか。じゃあ100円玉取って、100円玉を2回やる？ 2 回やれば、いけるんじゃない？まあ、2回やってみるか。あの UFO はあかんしな。まあ、1回目はダメでしょ。で、2回目でアームがちょっと強くなってるとかないのかな。なんかゲームセンターあるあるで。2回目でちょっと強くなって、まあ、ダメだったと。じゃあ100円玉こいつに渡して、これでとりあえず UFO を取って、UFO を何に使うんだ？他ないのかな？これもう一回自分でやるとか。なんかバグってない？大丈夫かな？ UFO 2つ取れるのかな？ UFO 2つ何に使うんだ？ UFO をあっちに行かせて、もう一個行かせればいいのかな？消えたね、UFO。多分これバグだね。まあ、この UFO を取って、UFO 行かせて、まあ、これでスタートすればいいんじゃないかな。まあ、これで行くと。まあ、これで UFO ごとお兄さんを取ってって、で、UFO は自分で取っていけるってことね。まあ、よかったよかった。これでクリアなんじゃない？まあ、これで、お兄さんが復活したと。お兄さんなのかわかんないけどね。落ち回避。落ち回避か。ほんとの落ちだね。これ落ちちゃダメな方の落ち回避だね。まあ、あっち側もちょっと見てみようかな。あいつが持ってるものの方がいいんじゃない？いや、あんま違いわかんないけど、こっちでやってみよっか。あいつの方で、これでちょっとスタートしてみる。まあ、これでいったら、大丈夫かな？ぶつけた。落ちはしなかったから、まあ、生きてはいるか。別の意味で死んでそうだけどね。あ、バネを取って、バネここか。ここにバネつけて、あ、じゃあこれでいけばいいのか。
まあ、これでいくと、まあ、ぶつかんなくなるって感じかな。スタッフさんとかいないのかな、これって、よく考えると。なんで二人でチキンレースしてんだろうね。追い払われ回避だと。回避したいね、これ。まあ、猿が温泉にいるってことかな。え、どういう温泉なんだろう。猿専用の温泉なのかな。とりあえずなんか石鹸で洗ってあげるとかしないんだ。まあ、石鹸持って洗ってあげて、あの臭そうな猿、ダメか。まあ、野生だもんね。もうめちゃくちゃブチ切れると。これで、ね、冷たいだからダメなのか。じゃあ、ちょうどいいにして、熱いにしてやってみよっか。熱いにしてやると、さっきと同じでなんか真っ赤になっちゃったってことね。まあ、これは怒られて当然かな。ちょうどいいにして、石鹸にして、まあ、これで洗ってあげて、まあ、ね、多分ボスザルとかなのかな。まあ、こいつの機嫌を取って、まあ、温泉に行かせたと。これでボスザルの機嫌取ったから、まあ、自分も入っていいっすかみたいな感じで入ればいいんじゃない。なんでボスザルの機嫌取らなきゃいけないんだろう。まあ、回避成功だと。別の温泉行きたいけどな。